プロット117です。まあ、マスキャットで一番よく使う連立方程式を解いてみようということですが、なんとなく直線と直線で2箇所で交わるなんてこともパターンだと、ストロークで解けるようになるかもしれないですけども、まずは絵を描いてみようというのが、このプロットであえてそれを言ってるわけであります。で、この二つの関数を、y の1と y の2として書いてみます。y の2はちょっと素数の関数だったので、ここのところに素数の関数だったので、万が一、そのまま書こうとすると、こういうふうになって、部分でしかその解が得られていないというパターンが出てくることがあります。その場合は、実部を取り出してやるということをやってやると、まあ、きれいに聞けることが多いです。というので、この場合の答えは、この緑の丸の点が答えということで、答えが複数分かったことになります。これを可視化すると分かると。そうしないと、ただ単にストロークってやると、会議に使いませんとか言ってくるんで、なんてかなと思ってしまう。で、さっきの全部の箇所を見つける方法は、何回も出ているので、まずはルート関数を使って、2つの関数の差を取ってやると、差が0になった時が、交わったとこなんで、ということで、ルート関数で、どっから始めるかというのを奇数としていきます。で、始める位置を、問題によると、10から40ですが、まあ、1間隔ぐらいで、わかりそうだということがわかっておれば、1刻みで、0から30なのを10足してやると。で、L の0から30番目のベクトルに、こいつの答えを入れると。そうすると、答えが溜まってくるんで、その溜まってきたやつで、同じ答えは、なしにして、それぞれユニークな答えだけが残るように、ここがちょっとミソのプログラムです。L なところに教えていくトルクです。マッチ関数を使って、トリムして、というふうにやっていると。そうすると、まあ、ある範囲以内にあれば、独立したやつが見つかるということで、ここであえて、X 座標はみんなゼロなので、ゼロと、その値っていうのにしてやって、これの、値を最後に取ってやると、まあ、X の値が分かっているのはその合鍵なんで、Y の値でそれを入れてやると、赤か青の線のその X 座標の位置が決まってくるので、答えがこの緑のようにあることが、はい、以上です。